はい、ピースケで作戦やっていきますということで、今日で2020まで、PSR 選択権ねもらえたので、解説していきたいと思います。はい、おすすめかな。うん、まあ、ただねぶっちゃけあんまいなかったっす、見たら。うん、まあ、PSR なんで、まあ、解放とかで使えればいいかな。解放とか、まあ、ミキサーとかかな。うん。ミキサーのイベント来るかもしれないので、まあ、そういう時のために取っておくのも、まあ、いいかなっていう感じですよね。はい。ということで行きましょう。はい。まず、まあ、ここか。大西さん。まあ、この大西さんは、まあ、あんまりなんですけど、まあ、解放素材で、まあ、一応使えるって感じかな。まあ、精神ボナーがね、やっぱり一般の。いいですよね。この中だとパピオンとか別バッキー欲しかったよね。まあこの中だといないな。まあ昔有名っつうか活躍したスバルとかね、闇スバルの頃良かったよね。なんかこの頃楽しかったなっていう記憶がありますけど、はい、闇スバ。まあなんかパワーターあったっけ。あれ、パワーターはなくね、これ。忘れたけど、はい。とかパワーターあったっけ、なんかあったような気がするんだね。って感じかな。まあここはもう全然だね。まあ闘争があればね、促進とか孤児とか強いですよみたいな感じで言えるんだけど、まああとアフロイカリとかかな、ここの辺のレアキャラで言うと。なんか使えんのかな。筋力ボナーめっちゃ高いんだっけ。あ、違うな。あ、高いわ。12。はい。というキャラだったりって感じですね。覚醒もあるもんね。覚醒で、まあ、技術もあるので、まあ、筋力技術稼げる急速キャラみたいな感じにはなるよね。はい。まあ、この辺もなんか希少キャラゲットできるのが、いいよって感じだと思いますね。はい、次行きましょう。2017です。はい、2017はそうだな、そうだな。なんかただ懐かしんじゃうだけになっちゃうな。まあ、レンちゃん、まあ解放素材だよね、主に。虹谷、レンちゃん、まあ北斗は使ってるやついないか。まあ、折り辺とかで鈴風が結構好きな人多かったりとか感じよね。まあ、ホムラだったり。まあ、神楽坂ね、別バージョン来なかったっすけど、こいつもね、ほんと時代を築いた報酬キャラ。まあ、こっち報酬キャラじゃないか。まあ、一応甲子園とかのキャラだったと思うんですけど、アプリで。うん。それだけど、結構強かったっていう、はい、感じのキャラですよね。神楽坂いいな。神楽坂 PSR 持ってなかった気がするんだよね。うん。まあ、あと3タッチですよね。有名どころっつうか、活躍どころで言うとね。うん。やっぱ変化固めの、あれが強かった時代ですね。はい。まあ、あと、暁強化とかで、守るくんが、まあ、マインドブレイカー急速みたいな感じで、まあ、この時代では強かったみたいな感じよね。まあ、守るくん、ちゃんと、こうやってなんか、定期的に、ニューバージョン来て、ちゃんとね、強いキャラに生まれ変わってるのはそうですよね。まあ、常設なのにずっと強かった虹谷とかも、はい、だいぶいかれてるんですけど、うん。まあ、あと、雷か。あれ、これ、能見もいる？能見雷時代とかあったよね。あ、能見いるね。能見と、あれ、雷どこ？能見と雷とね。彼らで、しらすかな？しらすだったかな？はい。が、楽しかった時代がありました。はい。ただの思い出話みたいになってるけど、はい、って感じかな。まあレア度で言うと、まあ、ナヌさんとか。そうか、うん。あー、いい。サンバ新島ね、懐かしいわ。サンバ流行っててね、強かったってねってなんだよねって、うん。覚醒した頃は全然強くなかったんですけど、サンバの新島さん流行ってた時あったね、懐かしいな。まあそんな感じですよ。あ、あと葵ちゃんとかね。やっぱ変化が強かったね、昔は。昔はもうほぼ、まあ友沢もそうだけど、ほぼほぼ変化キャラ、ゴリゴリみたいな。球速上限とかもなかったしね。うん。こんな感じでございました。
それで18年ですね。はい。この辺、まあ、今使うキャラは、いないかな。今使うキャラいないとちょっと思い出ポロポロになっちゃうんですけど。はい。なるみくんね。まあ、このなるみもめっちゃ流行ったよね。このなるみもめちゃくちゃ、これま、変化キャラなんですけど。うん。まあ、変化キャラも、しらすも無限指導とかで、めちゃくちゃ強かったっていう感じのキャラですよね。はい。なるみも報酬だっけか。そうだよな。テーブルがそんな感じなんですけど。練習効果がめちゃくちゃ強かったっていう時代ですね。で無限指導で言うと、まあ、風薙くんとかもね。風薙くんも覚醒してからと、通常の頃からと、2回来てるからね。結構風薙も頑張ったキャラだと思うよね。別バージョンとか来ないのかな。うん。で、俺個人的に好きなキャラが、福水くんですよね。福水ここにいるってことはやっぱちょっとあれなんだ、同時期なんだね。ちょっとなるみ風の休息キャラみたいな。はい。ちょっと好きっすね。まあ、なるみに似てるから好きみたいなとこありますけど、はい。感じです。はい。あーで、円卓でめっちゃ流行ってたモードくん。ね。投手でもあのマインドブレーカー持ちだったんで、円卓の投手とかでも、あの、SS とかだったと思うんだけど、それでもめっちゃ強かったみたいな。はい。時代ですね。はい。あざす。あ、なぎさか。なぎさはもうサクスペでは欠かせないキャラ。なぎさはめっちゃ強かったね。なんか別場とか、なんかあんのかなと思ったけど、特になく、この頃だけで終わっちゃいましたけど。うん。まあ、やっぱ高校のギミックがあんま強くなかったんで、まあ、こういうなぎさみたいなキャラが強かった、みたいな時代ですよね。なるほど、なるほど。まあ、この辺はまあ、さっと。まあ、ルナはなんか、よくわからん。ルナはなんか活躍したような気もするし、うん。ああ、で、俺の好きな東条くんですね。東条くんは、まあ、円卓の強化で、めちゃめちゃ活躍したキャラですね。あと、サナちゃんか。サンサナはまあ、アプリでもめっちゃ強かったけど、サンサナ強いのみたいな。俺、最初、ガン虫だったんですけど、結構。なんか、後から、なんか、強化みたいな感じだったよね、サナちゃんってね。あ、通常の方かな。このサンタのサナは真面目めちゃくちゃ強かったなっていう、そのクリスマス関連のイベントがね、めちゃくちゃ強かったなっていう印象がございます。はい。感じかな。まあ、暁進むとかね。この暁進む、俺ね、暁強化からアプリ始めたっていうのがあって、結構この進むくんはね、思い入れがありますね。進むやんと思って。うん。純粋に好きな。キャラですね。はい。あ、ナイトさん。ナイトさん、ビジュアルがめっちゃ好きでした。うん。かっけえと思って。はい。ほんともうそれだけで終わったな。見た目超かっけえみたいなのがあったんだけどね。うん。って感じです。はい。実用性あるキャラいません。すいません。うん。って感じです。はい。19年まで来ました。はい。この辺はまあギリいる？あ、でもまあ今使うって言われるとまあいないかな。まあでも時代作ったキャラで言うとまあ同衛とかだよね。まあマントルではめっちゃ強かったし、その後もなんかやっぱこのテーブルはね、リジタニとかアーサーとかと同じテーブルなのでめちゃくちゃ長生きですよね。でまあ今のサイキッカとかも骨イベントボーナス強いので、まあ当主のこのテーブルはやっぱりバカ強いですよねっていう、はい、感じのキャラですね。はい。あ、で、レイリーもね。このレイリーもね、結構、あの、エビルで大活躍してたし、全力とかにも入ってたっけ？うん。で、このレイリーもまあ、やる気150とかが強かったかな。うん。常設のキャラの中では、だいぶ上位のキャラなんじゃないかなっていうふうに、はい、思います。はい。で、まあ、ここは、ま、角田がね、あれか、思い出的には。思い出話になっちゃってるけど、はい。まあ、初上限キャラよね。初上限キャラで、まあ、角田出た時は、もう必須みたいな、はい、感じの時代だったかなっていうのがありますけど、うん。かわいいね、角田。角田は最近見ないけど、なんか、復活すんのかな、そのうち。懐かしの。で、この髪色とかあんまりないしね。なかなか、かわいいっすよね。うん。人気投票も取ってたキャラだよね。はい。で、
まあ、同じく同じくぶっ壊れてた、佐伯さんですね。佐伯さんもやばかったよね。いやマジで、てか大筒がもうすぐ復活、実装される可能性があるので夏に、うん、佐伯の時代が帰ってくるっていうのを考えると、今のね、今の環境の佐伯がどんな性能になるのかっていうのが、はい、めちゃめちゃ楽しみですね。はい、でアプリはなぜか王子がねめちゃめちゃ早く、年末の最後に来たのか来た感じでなぜか一緒にいるっていうね。はい、これはきつかった。うん、これはきつかったね。佐伯ぶっ込み時代でしたねこの頃は。はい、でモネちゃんもね、彼女キャラの中ではだいぶ時代を築いたというか、めっちゃ強かったよね。ずっといた気がするわ。モネもさ、なんか別バージョンでなんか出てほしいキャラだよね。エビルぐらいかな、エビルぐらいのとこでめちゃくちゃ活躍してて、まあ、その後もまあちらほら彼女必要なとこでは活躍してたっていうキャラだよね。うん、でまあクロセイラとかだと、まあ、円卓の強化とかがあれかな、一番印象に残ってる感じだと思うけど、クロセイラもかっこよかったね。まあこの今の見た目めっちゃ好きですけど、はい、出た当初はもうほんと好きな、キャラでございました。はーいはーいってね、この辺円卓強化とかが、なるほど。でまあエビル勢でね、まあ、闇野くんとかか活躍して、まあざっくりですけど、まあ俺の好きな鳴海くんとかね、ランスロットとかもね結構レアキャラだったよね。守備で強いキャラってなんかあんまりいなかったので、まあ、そういう意味では結構面白いキャラだったなっていう印象です。はい、まあ、あと麦わらナッチか、麦わらナッチ覚醒した時も強かったですけど、俺結構好きなんですよね。この回復がめっちゃ多いみたいなので、うん、ちょこちょこ使ってた記憶があります。はい、でまあ天空のなんかちょっとやっぱ時系列が微妙に違うのね。うん、あーでこいつか、こいつだよね。初の練習効果がいかれていたというちいちゃん。うん、まだアプリの方でねさらに強いのが出てしまった関係もあって、ちょっと途中ね物足りないとかあったけど、これが報酬で出た時はマジでビビったよね。うん、練習効果どうしたのみたいな。うん、未だに唯一だもんね、練習効果 50% 持ってる、キャラっていうのは。うん、ちーちゃん以外にいないので、何だったんでしょうっていう感じですね。うん、本当にもうイカれた性能でございます。はい、であとエプロンか、エプロンもめっちゃ使ったな。懐かしいですね、この見た目めっちゃ懐かしいわ。うん、ずっと45とかで使ってたからね、練習効果30乗った時は嬉しかったね。いやいや、この子もエビルじゃねえや、まあ、打撃走塁全力とかか、うん、で、まあ、打撃走塁で固める時とかにめちゃくちゃ活躍してたキャラですよね。はい、かわいい。うん、なんか絵の感じでちょっと時代をなんか懐かしいつか思い出す感じするな。あざす。はい、で最後20年ですね。おお、あ、欲しいのいるわあざす。何もいなければ鈴木くんかな。ああまあ好敵手とかか、好敵手は、うーん、そうか、フリートだもんねフリートで考えると全然いないな。俺も翼持ってない人とかだもんね、こういうのは。翼、うん、あでタコ、あ、まあ、通常タコはいるんだとか、まあ、強いキャラで言うと結構いっぱいいるんだけど、実際使うかっていうと、まあサポートで阿久津とか、うん、サポートで阿久津とか、そうだね、強いキャラで言うとちょっときついかなという感じです。合わせとかここなんだ、明神とか。明神もね、ちょっともう思い出話になっちゃいますけど、ちょっと俺誰もいなかったら鈴木くんかな、個人的には。うんで使うキャラで言うとちょっといないんだね、なかなか。うん、明神か、まあ明神、まあフリート使えなくはないけど、
まあ別にかな。やっぱコントロールの数値高いやつなので、相棒ももう使わないもんな。マドカとかもね、頑張ってね、マドカ。まあやっぱか、何幼女というか、ちっちゃい女の子強いんだね。まあ、渚の後釜感は結構あったかなっていう、はい、感じです。はい。名字もね、クロスナインでテンプレだったキャラですね。はい。とか、アマネも最近見ないよな。アマネも、なんか活躍の場欲しいっすね。めっちゃ使った記憶あるわ。まあこの子も打撃走塁固めとかで、うん、使ったキャラだよね。で、まあ826か。うん。その、あれだよね。ユーザーのファンアートの子なので、そのタイミングで来てたって感じよね。まああと、寺道か。いや、こいつとかね、地味に。なんだっけ、ダイヤのエースとか、なんかその辺だったと思うんですけど、うん。めちゃくちゃアスレとかね。で、めちゃくちゃ活躍してたキャラですよね。突然出てきて、マジ、なんだこの見た目でクソ強いやないかみたいな、はい、感じのキャラでしたね。はい。あー、で、あとパワー上限税か。社長とか。テルモリもね、結構使われてた時あったんですけどね。アプリはあんまなかったのかな。まあ、社長もね。社長とかは北斗とかかな。世紀末。北斗高校とかかな。っていう感じよね。縦橋もまあちょっとレイリー感があるというか、まあ同じような別バージョンもいますし、うん、そうだね、常設で、めっちゃ強い、女の子キャラっていう、はい、感じの立ち位置でしたね。で、地味に沖野くんとかもね強かったりとか、はい、こんな感じよね。で、アンドロはちょっとあんまりだった記憶があるんだけど、うん。まあでも、ジャベリンとかね、って感じよね。まああと、コリスの、もうワンバージョンね、が、まあ、サクスペでは印象深いかな。はい。で、タコさんとか。タコさんもそうか。マントルのなんか、申し子って感じよね。イメージとしては。うん。別バージョンはまあディズニーが来なかったんで、まあ、ちょっと中途半端な感じにはなっちゃったかなっていう、はい、感じはしますけど、うん、このタコはまあお世話になったキャラなのかなっていう感じしますね。はい。だって野球マン強かったね。まあ、フリートとかなんかいろいろ使った記憶があるんだけどね。そうだね、ちょっと覚えてないけど、北斗とかもそうか。フリートとか北斗とかなんかその辺でめっちゃ活躍してた記憶がありますけど。うん。いやー、キューマンいいですね。めっちゃ強かったっすね。あざした。はい。で、水木がなぜか翼来なかったから最近まで使ってて、みたいな。あーと、そうか。北雪とかで言うと、まあこの辺のキャラか。まあ主にせっちゃんだと思うんですけど。北雪も懐かしいな。やる気がマジで管理できなくてだるかったっていう、はい、記憶しかないですけど、はい、こんな感じですね。まあ、マントルとかか、この辺。そうか、そうか。あ、で、時見よって、なんだっけ、まあ、北斗が最初だと思うけど、なんか、後々天空とかだっけ。で、めっちゃ使うみたいな感じになって、不思議なキャラだったね。はい。でも、アスネちゃん好きなんだよね、個人的に。うん。ローテンション、ハイテンションみたいなのが、うん。好きですという感じでございました。はい。で、俺、鈴木くんかな、この中だと。まあ、社長も持ってないんだけど、持ってないので言うと、鈴木くんと、まあ、この辺は飛んで、そうだね、鈴木くんぐらいかな。あと、いらないしな。この辺とか持ってない記憶がある。危ね、引くとこだった。危ね。とか、まあ、社長とか持ってないんだけど、多分。そうだね。多分、鈴木くん選ぶと思います。ずっと手に入んなくて、うざかったんで。はい。という感じでございました。ちょっとで実用性なかったね。ごめんね。うん。まあ、俺が謝るのもおかしいんだけど。21年、22年、出してくれ。ということで、うん。
まあ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 、うん、まあ、これもらえ、ただでっつうか、まあ、安いミッションでもらえるなら全然ありがたいかな。うん、まあ、あとはミキサーのイベントとかで、ね、待ってくのが、うん、一番いいのかなっていう、はい、感じがしました。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。でしたね、登録と、これからお願いします。バイバイ。